えげつない質感ですよ、ここ本当に。ダンスかっこいい。今回ですね、ガールギャングからミュージックバンク見ていきたいと思います。ということで、収録ボタンはファイということで、さあ、今回ですね、やってまいりました。黒衣装というところで予想は大当たりというところでよろしいでしょうかね。皆さんということで、見ていきたいと思いますので、著作の関係あるので音をこちらに聞かせていただいて、見終わった後に感想を述べていきますので、よろしくお願いします。それでは、行ってみたいと、もう、なんなら昨日のカムバックステージ XG さんたちの再生回数ぶっちぎりですごいことになってますよ。57万回ですよ、ネットさんです。もうはい、見たいと思います。レッツラーゴッツ。わーわー、黒いー、おーおー、うえぐい、おーかっこいい、ワッファー。いやーすごいわ、黒いいなー。昨日の紫もいいし、黒もいいし、ということで。黒のパンツのこの光沢感ですよね、おそらくね。この足元のダンスの動きがすごく映えると言いますか。えげつない質感ですよ、ここ本当に。で、このココちゃんスタートっていうところが、今までとはまた違う新しい展開だよねっていうコメントがあって、確かになと。今まで結構、まあ、マーティンちゃんのそのちょっとイントロの部分から入るとジュリンちゃんから始まるところが結構多かったかなというふうに思うんですが、そんな中で、今回はココちゃんからのスタートというところでございます。このもうノリ感というかバイブスの高さみたいなものが出だしのつかみにバッチリというか、皆さんのそのトップスのデザインがまた違うところがすごいかっこいいのと、ちょっと僕ここですごい気になってるのでごめんなさいね。もうここのタッタタラタッタタのこれがすごいことになってて、このズンガブンガーっていう2個1212のアクセントで撮ってるのが質感ちょっとね、これはね違うよ、別格なのはアクセントの強さですね。皆さんの本当にその硬いっていう質感の見せ方が本当にうまい。このジュリアちゃんのずっとクールにこう決めて、少しちょっと眉間にこうシワが寄ってく感じというか、この舐めちゃあかんぜよみたいな、この感じがね新鮮なんですよね。ブラックだから多分余計にそこが強く見えてくるかもしれない。オールブラックの方がギャング感があるというか、これから一仕事しに行くのでこのギャングたちはみたいな風にも見えてくるところありますかね。ダンスかっこいい、全員かっこいい。椅子は黒でね、統一するっていうところと、まあ、今回のパフォーマンスで分かったのは、ガールギャングはもう、椅子、込み込みで、やっていきますよっていうことになるわけだと思いますので、おそらく、これからね、海外でのライブとかが行われるときに、ガールギャングやりますってなったら、椅子ありでね、こう踊っていくっていうところで、見栄え的なところで言うと、あれ？このグループ椅子出すの？みたいな。わーっていうところの、目新しさみたいなものもインパクトにつながるんじゃないかなっていうふうに思うので、なかなかね椅子がこの定番のスタイルとなっていくって珍しいことだと思うので。そうなんだよね、お互いがこれ私の椅子とかじゃなくて、そのポジションが変わるごとにこの椅子が次の人につながっていくっていう、そのリレーじゃないですけれども、バトンを渡していってる感じっていうんですかね。今日がミュージックバンクさんということで、ミュージックコアさんもあるのかな、もうあと1個あるっていうようなねお話も聞いているところではございますので、引き続きこれは楽しみにしていきたいなっていうところでございます。いや黒もいいな、黒紫ってなったら皆さんどっち派ですかみたいな、どっちが好きですかみたいな、あえて選ぶならみたいなね、この顔の文字とかも、文字じゃないこの模様とかも意外とやっぱり昨日とは違う感じになってますし、目の色も多分違うと思うので、いやこうやって見ていくと本当になんかもうねえ、宇宙から来ましたって言われたらそうだと思いますみたいなね、上からピーって来て、この何ですか、 KBS さんのスタジオにこう降り立ってスタジオに入ってって、またピーって言ってね空に帰っていくみたいな、その感じこうやってウィーンってみんなが来る。はい、ということで、現場からは以上でございます。高評価ボタンなども押していただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとうございました。よいしょ、せいっ。